皆さんこんにちは、のりです。今日は第10戦オーストリアグランプリ日曜日のレポート動画をお届けしたいと思います。まず今日は昨日とは打って変わって朝からすごくいいお天気で、まさに決勝日和の晴天になりました。途中決勝前に少し雨がパラついたこともありましたが、決勝には影響なく、ずっとドライで晴れた状態でレースを行うことができました。そんな晴れた今日日曜日の朝ですが、ドライバーたちが昨日までは直接パドックの方に車で行くんですけれども、今日はグランドスタンドの前から降りて、でそこで待っているファンにサインや写真を撮ったりして、そこからパドックに向かうという、まあ、ファン対応の時間場所が設けられていました。中にはそこを通らなかったドライバーもいるらしいんですけれども、ほとんどのドライバーはそこからパドックに向かっていき、角田くんも他のドライバー同様にそこでファンにサインをしたり写真を一緒に撮ったりしていました。そして今週ずっとオレンジアーミーがすごいと何度も言ってきましたが、今日はやはりレース決勝ということもあって今まで以上に一番集まっていました。朝のサイン会も上から見ていたらすごいオレンジが目立っていましたし、レース前は会場の DJ に煽られて旗を振ったり大歓声でマックスを応援していました。レース後は発煙筒がたかれ、もう一日中オレンジ三昧の日でした。そして今日はファンゾーンにも行ってきたんですけれども、そこももちろんオレンジがたくさんでした。 F1 公式のグッズショップも出店していて、やはり一番お客さんが集まっていたのはレッドブルのショップで、ほとんどがマックスグッズという展開になっていました。そしてご飯食べるフードのこう店も充実していて、ファンゾーン自体はそれほど大きくはないんですけれども、シュニッツェルをはじめとしたオーストリア料理から、まあ、すごくそれは美味しそうで、中にはシュニッツェルバーガーみたいなのもあったりして、それも美味しそうだったんですけれども、他にはこうオランダから、オレンジアーミーたちが多く駆けつけるということで、オランダのご飯も売られていました。ちょうどレース前にファンゾーンに行ったんですけれども、レースに向けて腹ごしらえをしているお客さんがたくさんいて、どれもみんな美味しそうに頬張っていました。あとは DJ ブースもあって、みんなレース前はノリノリで、特にオレンジアーミーたちは歌を歌ったり踊ったりカリピな感じでファンゾーンを楽しんでいましたし、ファンゾーンを盛り上げてもくれていました。そんなこんなで今日は決勝が行われました。レース前はグリッドに行ったんですけれども、音楽の都オーストリアのあの演奏はとても素晴らしかったですね。生で聞くとより素晴らしさといいますか、感動を覚えました。マイアミグランプリのような会場のボルテージを上げるような、そういうノリノリの感じもいいんですけれども、今回のようなこう厳かなスタイルもこれはこれでいいなというふうに感じました。特別感がありましたし、レース前はまあピリピリした雰囲気なんですけれども、この演奏の時はみんな聞き入っていて、ちょっとレース前のいつものピリピリとした雰囲気ではなく違った感じになっていました。そしてレースでは角田くんは16位スタートの18位という悔しい結果になってしまいました。1周目のアクシデントからなかなかこう浮上のきっかけがつかめず、結果は18位という結果で、まあ、5秒とそして10秒と2回のペナルティ、トラックリミットでのペナルティを受けてしまいました。本人はこうトラックリミット違反の通達っていうのが遅くて何周目のことかわからないというふうに言っていて、そして角田くんは昨日の岩佐くん同様にドライバーからすると遠赤だとこうバイブレーションがあったりで、ドライバーもそれを感じることができるんですけど、白線だと何も感じないので遠赤にしてほしいなというふうにも言ってました。次回はまたアップデートが入る予定なので、今回マクラーレンはノリスにアップデートを入れて、結果的にはノリスは5位という結果で終えられたので、アルファタウリもアップデート次第では大きくパフォーマンスを伸ばせる可能性もあるので、次戦も期待したいなと思います。最後に普通では岩佐くんが16位から2位という素晴らしいレースを見せてくれました。怒涛の追い上げで表彰台を獲得し、今回 HRC の渡辺社長らがいらしているんですけれども、ポディウムの下ではご満悦そうな感じでした。レース後に岩佐くんとお話をしたところ、結果的には戦略がうまくはまって、1周目のジャンプアップ16位から11位まで上がったことも抜けちゃったみたいな感じで、いろいろなことが岩佐くんにはいいように転じてこの2位という結果を得れたというような感じで、ですがやはりここはチームとペースも昨日から改善したりして、すごく満足のいく結
果だったと力強い嬉しさのこもった言葉を聞くことができました。ランキングでは矢作くんは3位をキープして、4位のベアマンとは20点差、2位のプルシェルとは4点差と、下とは大きく離し、上のプルシェルは射程圏内に捉えたというランキングになっています。普通はもう後半戦に入っていきますし、次戦シルバーストーンでは岩佐くんも予選でポールポジションが欲しいというポールを取って、そしてレースでは優勝をしてチャンピオンシップもポイントをより多く重ねていってほしいなと思います。といった感じでオーストリアグランプリの日曜日のレポート動画になります。僕たちは明日ここからウィーンに向かって、ウィーンに水曜日までいて、そして水曜日にイギリスグランプリに向けてイギリスへ出発します。金曜日のレポート動画で個人的にオーストリアがすごく好きになったと申し上げましたが、月曜日火曜日に時間があればオーストリアの街を散策してみたいなと思います。それもまたどこかで何かしらの形でお届けしたいと思っています。そういった感じで本日のレポート動画は以上になります。オーストリアグランプリもこのレポート動画にお付き合いいただきありがとうございました。また次戦イギリスグランプリでもお会いしましょう。それでは数日の間ではありますが、さよなら。